菊の花といえば、池の方で知らないものはない。長さは56寸あって、上唇の上から顎の下まで下っている。形は元も先も同じように太い、いわば細長い蝶爪のようなものがぶらりと顔の真ん中からぶら下がっているのである。50歳を超えたナイクは、シャミの昔から内藤上久部の職に上った今日まで、内心では終始この花を苦に病んできた。もちろん表面では今までもさほど気にならないような顔をして済ましている。これは仙人に到来の浄土を活行すべき僧侶のみで、花の心配をするのが悪いと思ったからばかりではない。それよりむしろ自分で花を気にしているということを人に知られるのが嫌だったからである。内宮は日常の談話の中に花という語が出てくるのを何よりも恐れていた。内宮が花を持て余した理由は2つある。1つは実際的に花の長いのが不便だったからである。第一、飯を食う時にも一人では食えない。一人で食えば花の先が金まりの中の飯へ届いてしまう。そこで内宮は弟子の一人を禅の向こうへ座らせて、飯を食う間中、広さ一寸、長さ二尺ばかりの板で花を持ち上げていてもらうことにした。しかしこうして飯を食うということは、持ち上げている弟子にとっても持ち上げられている内宮にとっても決して容易なことではない。一度この弟子の代わりをした中道寺が草芽をした拍子に手が震えて鼻を粥の中へ落とした話は、けれどもこれは内宮にとって決して花を苦に病んだ主な理由ではない。内宮は実にこの花によって傷つけられる自尊心のために苦しんだのである。池の尾の町の者はこういう花をしている全知内宮のために、内宮の俗でないことを幸せだと言った。あの花では誰も妻になる女があるまいと思ったからである。中にはまたあの花だから出家したのだろうと批評するものさえあった。しかし内宮は自分がそうであるために幾分でもこの花に煩わされることが少なくなったとは思っていない。内宮の自尊心は最大というような結果的な事実に左右されるためには、あまりにもデリケートにできていたのである。そこで内宮は積極的にも消極的にもこの自尊心の毀損を回復しようと試みた。第一に内宮の考えたのは、この長い花を実
短く見せる方法である。これは人のいない時に鏡に向かっていろいろな方向から顔を映しながら熱心に工夫を凝らしてみた。どうかすると顔の位置を変えるだけでは安心ができなくなって頬杖をついたり顎の先へ指を当てがったりして根気よく鏡を覗いてみることもあった。しかし自分では満足するほど鼻が短く見えたことはこれまでにただの一度もない。時によると苦心すればするほどかえって長く見えるような気さえした。内宮はこういう時には鏡を箱へしまいながら今更のようにため息をついて無性無性にまた元の行机へ観音経を読みに帰るのであった。それからまた内宮は絶えず人の鼻を気にしていた。池の尾の寺は装具講説などのしばしば行われる寺であった。寺のうちには僧帽が好きな方で続いて湯屋では寺の僧が日ごとに湯を沸かしている。したがってここへ出入りする僧俗の類も甚だ多い。内宮はこういう人々の顔を根気よく物色した。一人でも自分のような甚のある人間を見つけて安心がしたかったからである。紺の水管も白の片びらも入らない。まして高知色の帽子やシーニビの衣謎は見慣れているだけにあれども泣きがごとくである。内宮は人を見ずにただただ花を見た。しかし鍵花はあってもナイグのような花は一つも見当たらない。その見当たらないことが度重なるに従ってナイグの心は次第にまた不快になった。ナイグが人と話しながら思わずぶらりと下っている花の先をつまんでみて年がいもなく顔をあからめたのは全くこの不快に動かされての所為である。最後に内宮は内殿下殿の中に自分と同じような花のある人物を見出してせめてもう幾分の心やりにしようとさえ思ったことがある。けれども木蓮やシャリホツの花が長かったとはどの教文にも書かれていない。もちろん龍樹や目明も人並みの花を備えた菩薩である。内宮は神丹の話のついでに食感の龍玄徳の耳が長かったということを聞いたときにそれが花だったらどのくらい自分は心細くなくなるだろうと思った。内宮がこういう消極的な苦心をしながらも一方ではまた積極的に鼻の短くなる方法を試みたことはわざわざここに言うまでもない。内宮はこの方面でもほとんどできるだけのことをした。ガラス売りを煎じて飲んでみたこともある。ネズミのイボリを鼻へなすってみたこともある。しかし何をどうしても鼻は依然として56寸の長さをぶらりと唇の上にぶら下げているではないか。
昼目の医者から長い鼻を短くする方を教わってきた。その医者というのは元診断から渡ってきた男で、当時は上洛時の愚僧になっていたのである。内宮はいつものように鼻などは気にかけないという風をして、わざとその方もすぐやってみようとは言わずにいた。そして一方では気軽な口調で食事の度ごとに弟子の手数をかけるのが心苦しいというようなことを言った。内心ではもちろん弟子の僧が自分を説き伏せてこの法を試みさせるのを待っていたのである。弟子の僧にも内宮のこの策略がわからないはずはない。しかしそれに対する反感よりは内宮のそういう策略を取る心持ちの方がより強く、この弟子の僧の道場を動かしたのであろう。弟子の僧は内宮の予期通り愚痴を極めてこの方を試みることを勧め出した。そして内宮自身もまたその予期通り、結局この熱心な勧告に常駐することになった。その法というのは、ただ湯で花を茹でてその花を人に踏ませるという極めて簡単なものであった。湯は寺の湯屋で毎日沸かしている。そこで弟子の僧は指も入れられないような熱い湯をすぐに膝毛に入れて湯屋から汲んできた。しかし直にこの膝毛へ鼻を入れるとなると、湯気に浮かれて顔を火傷する恐れがある。そこで押し木へ穴を開けて、それを膝毛のにして、その穴から鼻を湯の中へ入れることにした。鼻だけはこの熱い湯の中へ浸しても少しも熱くないのである。しばらくすると弟子の僧が言った。もう湯だったでござろう。内宮は苦笑した。これだけ聞いたのでは誰も花の話とは気がつかないだろうと思ったからである。花は熱湯に蒸されて飲みの食ったようにむすがゆい。弟子の僧は内宮がおしきの穴から花を抜くと、そのまだ湯気の立っている花を両足に力を入れながら踏み始めた。内宮は横になって鼻を床板の上へ伸ばしながら、弟子の僧の足が上下に動くのを目の前に見ているのである。弟子の僧は時々気の毒そうな顔をして内宮のハゲ頭を見下ろしながらこんなことを言った。意図はござらぬか、意志はせめて不明と申したで。じゃが意図はござらぬか。内宮は首を振って痛くないという意味を示そうとした。ところが鼻を踏まれているので思うように首が動かない。そこで上目を使って弟子の僧の足に赤切れの切れているのを眺めながら、腹を立てたような声で伊藤は泣いてと答えた。実際鼻はむつがゆいところを踏まれるので、痛いよりもかえって気持ちのいいくらいだったのである。しばらく踏んでいるとやがて泡粒のようなもの
今は毛をむしった小鳥をそっくり丸焼きにしたような形である。弟子の僧はこれを見ると足を止めて独り言のように言った。これを毛抜きで抜けと申すことでござった。内宮は不足らしく頬を膨らませて黙って弟子の僧のするなりに任せておいた。もちろん弟子の僧の親切がわからないわけではない。それは分かっても自分の鼻はまるで物品のように取り扱うのが不愉快に思われたからである。内宮は信用しない医者の手術を受ける患者のような顔をして、うしょうしょに弟子の僧が鼻の毛穴から毛抜きで油を取るのを眺めていた。油は鳥の羽の茎のような形をして四分ばかりの長さに抜けるのであった。やがてこれが一通り済むと弟子の僧はほっと一息ついたような顔をして、もう一度これを茹でればようござると言った。内宮はやはり八の字を寄せたまま不服らしい顔をして弟子の僧の言うなりになっていた。さて二度目に茹でた花を出してみると、なるほど、いつになく短くなっている。これでは当たり前の鍵花と大した変わりはない。内宮はその短くなった鼻を撫でながら弟子の僧の出してくれる鏡を決まりが悪そうにおずおず覗いてみた。鼻はあの顎の下まで下っていた鼻はほとんど嘘のように萎縮して、今はわずかに上唇の上でいじけなく端正を保っている。ところどころまだらに赤くなっているのはおそらく生まれた時の跡であろう。こうなればもう誰も笑う者はいないに違いない。鏡の中にある内宮の顔は鏡の外にある内宮の顔を見て満足そうに目をしばたたいた。しかしその日はまだ一日、鼻がまた長くなりはしないかという不安があった。そこで内宮は授業をするときにも食事するときにも暇さえあれば手を出してそっと鼻の先に触ってみたが、鼻は唇の上に収まっているだけで、格別それより下へぶら下がってくる景色もない。それから一晩寝て明くる日早く目が覚めると、内宮はまず第一に自分の鼻を撫でてみた。鼻は依然として短い。内宮はそこで幾年にもなく結局書写の功を積んだ時のようなのびのびした気分になった。ところが 2,3 日経つ中に内宮は意外な事実を発見した。それは折から用事があって池の小野寺を訪れた侍が前よりも一層おかしそうな顔をして話もろくろくせずにじろじろ内宮の鼻ばかりを眺めていたことである。それのみならず、かつて内宮の鼻を外湯の中へ落としたことのある中道寺謎は合同の外で内宮と行き違った時に初めは下を向いておかしさを
には十分に説明がつかないようである。もちろん中道寺や下法師が笑う原因はそこにあるのに違いないけれども、同じ笑うにしても花の長かった昔とは笑うのにどことなく様子が違う。見慣れた長い花より見慣れない短い花の方が滑稽に見えるといえばそれまでであるが、そこにはまだ何かあるらしい。前にはあのようにつけつけとは笑わなんだて。内具は寿司かけた教文をやめてハゲ頭を傾けながら時々こうつぶやくことがあった。愛すべき内具はそういう時になると必ずぼんやり傍らにかけた普賢の画像を眺めながら花の長かった四五日前のことを思い出して、今は無限に癒しくなり下がれる人の栄えたる昔を忍ぶかごとく塞ぎ込んでしまうのである。内具には遺憾ながらこの問いに答えを与える命が欠けていた。人間の心には互いに矛盾した二つの感情がある。もちろん誰でも他人の不幸に同情しないものはない。ところがその人がその不幸をどうにかして切り抜けることができると今度はこっちでなんとなく物足りないような心持ちがする。少し誇張して言えばもう一度その人を同じ不幸に落とし入れてみたいような気にさえなる。そうしていつの間にか消極的ではあるがある敵意をその人に対して抱くようなことになる。内具が理由を知らないながらもなんとなく不快に思ったのは池の斧相続の態度にこの傍観者の利己主義をそれとなく感づいたからに他ならない。そこで内具は日ごとに機嫌が悪くなった。二言目には誰でも意地悪く叱りつける。しまいには花の領事をしたあの弟子の僧でさえ内具は宝剣丼の罪を受けられるぞと陰口を聞くほどになった。ことに内具を怒らせたのは例のいたずらな中道寺である。ある日けたたましく犬の吠える声がするので内具が何気なく外へ出てみると中道寺は二尺ばかりの木の切れを振り回して毛の長い痩せたむく犬を追い回している。それもただ追い回しているのではない。鼻を打たれまい、それ鼻を打たれまいとあやしながら追い回しているのである。内具は中道寺の手からその木の切れをひったくってしたたかその顔を打った。木の切れは以前の花もたげの木だったのである。内具は生地に鼻の短くなったのがかえって恨めしくなった。するとある夜のことである。日が暮れてから急に風が出たと見えて塔の風卓の鳴る音がうるさいほど枕に通ってきた。その上寒さもめっきり加わったので老年の内具は寝つこうとしても寝つかれない。そこで床の中でまじまじしているとふと鼻がいつになくむずがゆいのに気がついた。
こで手を当ててみると、少し水気が来たようにむくんでいる。どうやらそこだけ熱さえもあるらしい。無理に身近を下で病が起こったのかもしれぬ。内宮は仏前に光源を備えるようなうやうやしい手つきで鼻を押さえながらこうつぶやいた。翌朝、内宮がいつものように早く目を覚ましてみると、地内のイチョウや土地が一晩の中に葉を落としたので、庭は金を敷いたように明るい。塔の屋根には霜が降りているせいであろう。まだ薄い朝日にグリーンがまだよく光っている。全地内宮は瞳を開けた縁に立って深く息を吸い込んだ。ほとんど忘れようとしていたある感覚が再び内宮に帰ってきたのはこの時である。内宮は慌てて鼻へ手をやった。手に触るものは夕べの短い鼻ではない。上唇の上から顎の下まで5、6寸余りもぶら下がっている昔の長い鼻である。内宮は鼻が一夜の中にまた元の通り長くなったのを知った。そしてそれと同時に鼻が短くなった時と同じような晴れ晴れした心持ちがどこからともなく帰ってくるのを感じた。こうなればもう誰も笑うものはないに違いない。内宮は心の中でこう自分に囁いた。長い鼻を明け方の秋風にぶらつかせながら。はい、朗読は以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか。みんなもちろん同情はするし、心配するし、かわいそうだなって思うし、もちろんそういう感情はあるけど、だからといってその人の不幸が全てなくなって幸せになった時、それはそれで傍観者としては物足りなくなってまた不幸にさせてしまい、そう。